はい、どうも、競馬ストーリーテラーの田原元成です。今日はですね、シルクロードステークスの前頭分析を行っていきたいと思います。今年は舞台が中京に変わりまして、芝千里のハンデ戦というね、なかなか難しいような、そんな条件ではあるんですが、何か予想の参考になればと思いますので、最後までご視聴のほどよろしくお願いします。はい、まずはザイツィンガーです。本当に決め手がね、強力なそんな馬なんですが、中京ではね、ちょっとその決め手をなかなか発揮しきれないというか、3戦走って3戦とも馬券圏外という成績になってしまっています。ちょっとこの重賞のメンバーでは厳しいと思います。はい、続いてライトオンキューです。57.5 キロと結構斤量は背負っているんですが、実績自体はあるような、そんな馬です。で、この馬特徴としてはね、夏の洋芝とか、そんな時計のかかる馬場ですごく好走率が高いような、そんな成績を残しておりますし、今の中京の馬場、すごく合っていると思います。ちょっと枠がね、もうちょっと外側だったらいいのかなっていうような気はしています。なんかこう、器用に内からスルッと抜けるみたいな、そんなイメージは正直湧かないので、ちょっと軸にはなかなかしづらいような、そんな馬ではあるんですが、でも馬場適性とかね、そんな点を加味すると、ここでも評価は下げられないような、そんな一頭です。はい、続いてコントラチェックです。この馬に関しては前走ちょっともう一回見てください。この馬に注目して見ていただくと、この馬に何が起きたかというのがすごくよくわかると思います。わかりやすく言いますと、スタートはね、まあだったんですけれども、ちょっと道中折り合いがギリギリみたいな、そんな状態で進みまして、直線でインからこうズバッと行こうとしたんですが、入られてしまって直線なかなか追うことができず惨敗みたいな、そんなレースでした。で、実際レースに関しては外枠の差し馬が上位独占というような、結構外出しがね、顕著な東京という、今日中山というのもありましたし、ちょっとね、いろいろマイナス点が重なりすぎた印象です。で、そう考えた時に今回もね、内枠でそんなにプラス材料があるとは言い切れないんですが、僕ちょっと前走のあのレースぶり見てしまった以上、まだこの馬のスプリント適性、捨てきれることはできません。やっぱ今回スムーズにいけたらという正し書きはつくんですけれども、いかにもね、池添ジョッキー一発狙ってるような、そんな雰囲気も感じますし、この馬に関してはまだ諦めたくないような、そんな印象です。はい、続いては星雲恒星です。これで5年連続のシルクロードステークス参戦というようになるんですけれども、やっぱりそのなかなか年齢を重ねてきて、休み明けが叩き合いであるというね、すごくそのあたりが顕著になってきたなというような印象にあります。今回もそんなに楽な斤量ではありませんし、やはり見据えるのは次走高松宮記念、ここなのかなというふうに思ってます。はい、続いてラビングアンサーです。本当に33秒台の上がりを使って突き抜けるみたいな、そんなダイヤメジャー3区らしからぬね、切れ味を持つ馬なんですが、果たしてその切れ味が今の中京で生きるかどうか、ここがポイントだと思っています。で、結論から申しますと、今回の中京に関してその切れ味が生きるとは思いません。やっぱその春の中山であったりとか、気温が上がってきてね、時計も上がりも出るような、そんな状態になって、見直したいような、そんな馬です。続いてカイザーメランジェです。これはちょっと金走成績が示す通りですね、この舞台では厳しいと思います。はい、続いて18ガールです。いわゆるね、冬馬という言葉はこの馬にすごくぴったりのような、そんな気がしています。2歳から3歳の冬にかけてであったりとか、昨年とか、結構ね、寒い時期にすごく好走率が高いような、そんな成績を残しています。ただね、やっぱこの馬に関しては僕は直線は平坦な方がいいと思っています。昨年のシルクロードステークス2着の時もそうでしたし、金蘭カップで、勝った時も平坦な、札幌というね、そんな条件でした。なので今回今年中京に変わるという部分はこの馬にとって僕はマイナスだと思っています。やっぱ今回はちょっと評価をね、落とさざるを得ないかなというような、そんな一頭です。はい、続いてはプリモシーンです。春の東京のビクトリアマイルで2着のあったようなね、そんなような馬なんですが、やっぱその馬の適性で考えた時に、やっぱ高速馬場とかね、そういった条件が僕は合っていると思います。金層ちょっといろいろ距離を試行錯誤しながらの状況が続くんですけれども、やっぱ僕は千人はね、短いと思っていますので、春の東京とか時計の出る馬場、そこで見直したいような、そんな印象です。はい、続いてはベスターバルトです。この馬に関しては戦績で言うと休み明けですね、ここ以外は全部馬券圏内を確保するというような、すごく安定感のある馬です。距離に関して今回ね、1004から1002に変わるんですが、1002という距離はですね、洋芝で、ビワンフェ、スプリント重賞勝ち馬に対してタイム差なしというね、そんなような経験もありますし、特に問題ないかなとは思っています。
まあ、いかにも相手なりというような、そんな成績の馬ですし、まあ、何らかの印は今回打っておいた方がいいのではないでしょうか。はい、続いてはルッチェーロです。ほんとブリンカーをつけてからね、すごく成績が安定して3戦連続3着というような、そんな成績です。で、その内訳を見たときにね、新潟のダートとか、反対に阪神の芝、高速馬場とか、ちょっとよくわかんない条件で連続コースをしているので、こういう馬に関しては僕はずっと印を打っておいた方がいいような、そんな風に思っております。正直、まあ、左回りに関してはね、さっきも言ったように、新潟のダート戦にというところでも構想歴がありますし、適性はあると思っています。まあ、正直3着が精一杯かなというような、そんな印象はあるんですけれども、そのゾーンにはちょっと印を打っておいた方がいいような、そんな一頭だと思います。はい、続いてはリバティハイツです。3歳の時にフィリーズレビューをね、勝ったような、そんな馬ではあるんですけれども、やっぱね、その母が混合だと僕はちょっと厳しい印象がしてしまいます。まあ、その夏、昨年も、結構夏とか、ボバ相手で、ボを使って、負けてしまったというような、そんなこともありました。で、やっぱそのスプリントとなるとね、ある程度スペシャリスト性のあるメンバーが揃いますので、強烈な決め手であるとか、すごいいいスピードを持っているとか、そういった武器がないとなかなかね、ボバ相手には太刀打ちできないと思っています。まあ、グラーレグレアとか、モズスーパーフレアがある意味いい例であるんですが、ちょっとその武器の部分においてね、ちょっと物足りない印象は拭えませんので、今回ちょっと厳しいかなというような、そんな印象です。はい、続いてはラウダシオンです。僕ちょっとこの馬に対して思い入れがありまして、というのもですね、去年の NHK マイル勝った時っていうのはジョッキーがね、デムーロジョッキーだったんですけれども、今のデムーロジョッキーって、もう見るも明らかに干されちゃってるんですよね。もう乗りくら激減してますし、いわゆる農産系の有力な、そんな馬からの騎乗依頼もほぼないような、そんな状況が続いてしまっています。やっぱ僕デムルジョッキーやっぱ大一番でのね、その度胸満点の騎乗ですとか、すごく評価しているというか、そんな人ですので、ちょっとこのまま終わってほしくないような、そんなような個人的な思い入れもあります。で、この馬に関してなんですけれども、今回距離短縮ローテがすごくいいと思っております。まあ、リアルツイッターでも言ったんですけれども、リアルインパクト3区の1006から1002への距離短縮の成績が良かったりですとか、まあ、この馬自身もね、1002での構想歴もありますし、渋った馬場、時計のかかる馬場、そんなとこでの構想歴もあります。で、まあ、2走前富士ステークスコバ相手だったんですけれども、 1000m 通過57秒台というかなりのハイラップだったんですが、そのラップを先行して外出し決着の中先行して2着、これはかなり価値が高いと思っております。まあ、陣営としてはね、賞金持ってる馬なので、叩き台というふうに思うかもしれませんが、今回僕はこの馬の自力、そこが抜けていると思っています。で、今回そのさっき言ったように、デムルジョッキーが、前走竹豊ジョッキーからの乗り換わりで、やっぱ復帰する思いもね、当然あるでしょうし、まあ、そういった人の部分も含めた上での評価という意味で、今回はすごく高い評価を僕は下したいと思ってます。はい、続いてはシバージーです。これは福永ジョッキーだから抑えておく、これでいいと思っています。で、まあ、芝に関してはね、ほんと福永ジョッキーの中京での馬場読み、これは抜群にうまいです。まあ、ちょっとね、金層芝に転じてからは、上がり3波論上位の足を使っても、大馬券圏内届かないみたいな、そんなような状況が続いてはいるんですが、今回その福永ジョッキーに代わるという、この劇薬がね、一つすごくいい、後押しになるのかなというふうに思っておりますので、まあ、何らかの印は必要だと思ってます。はい、続いてトゥラベスーラーです。前走中京戦2のオープン特別を勝ったような馬なんですけれども、当時の馬場を振り返った時に、今の中京って本当にヘンテコな馬場といいますかね、いわゆるロベルト馬場なんていう、そんなような言われ方もしているんですが、当時はかなりまともでした。で、まともな開幕週だったからこそ、この馬が最内枠の恩恵を受けて、インからすると受けて勝利みたいな、そんなことがあったんですが、やっぱ当時の中京と今の中京、あんまりにも馬場が違いすぎます。で、今回ね、外枠を引いたんですけれども、前走のようにインでこうスルスルと立ち回ることもできませんし、いわばね、その1004以上の距離実績、それが求められる条件だと今回思っています。で、外枠引いて距離ロスもありますし、ちょっと前回がね、あまりにも僕がうまくいきすぎたと思っていますので、今回は評価を落としたいような、そんな一頭です。はい、続いてモズスーパーフレアです。もう現役屈指のね、快速馬なんですけれども、まあ、去年ちょっと繰り上がりという形ではあるんですが、G1 高松の一騎での勝利、そんなような中京での実績もある馬です。
この馬に関しては正直、よく分かりません。まあ、この馬やることが決まっているのでね、必ず花に立って、激流を演出するというような、その中でいかに残せるかというようなとこが焦点だと思うんですが、まあ、一つ言えることとしては、この馬に関して高速馬場は僕は合わないと思っています。特にその左回りの高速馬場という限定ではあるんですが、その条件だとね、なかなか最後まで押し切るというのは簡単ではないかなというふうに思ってます。で、それを考えた時に北九州記念もね、多少力のいるようなそんな馬場でしたし、結構ね、金層とか見てもダート使ったりっていうのは陣営がそういった路線、力のいる馬場とかそこを求めたのかなというような、そんな意図も感じます。やっぱその6歳になっても花を奪い切るスピードは変わりませんし、やっぱこの中京の千里という舞台はね、実際勝ってるというのもありますので、やっぱ実績、金量が嫌われて人気を落とすのであれば、僕は逆に今回評価するっていうのも一つの手なのかなというふうに、そんな風に思ってます。はい、続いてはミッキースピリットです。まあ、左回りのね、そんな目立った良績もありませんし、ちょっとオープンに上がってからの戦績も振るわないという感じです。ちょっと厳しいかなというふうに思います。はい、続いて大勢アベニールです。先ほどね、ラビングアンサーのところでも言ったんですけれども、この馬もまた上がり3ハロン33秒台とか、そういったようなね、高速馬場が向くタイプだと思っております。やっぱ今の中京というのはその上がりはね、なかなか望めない条件ですし、ちょっと使い詰めというのもありますので、なかなかこう一気に調子がぐんと上向きっていうのは難しいと思います。ここでも厳しいと思います。はい、続いてクリノガウディです。幻の高松宮記念勝ち馬というような、そんな表現でもいいのかもしれませんが、そのレースが示す通りですね、やっぱ左回りこの馬合ってると思います。昨年もですね、東京新聞杯3着とか、その3歳ですね、3歳の時も中京記念2着とかもありますし、左回りは結構ねこの馬にとって、スイートスポットというような、そんな印象が伺えます。で、今回はね、そのスプリンターズステークスを使って、阪神カップを使って、再度1002への距離短縮というローテーションなんですけれども、距離短縮ローテで言いますと、去年の高松宮記念がまさに距離短縮での構想でした。やっぱこの馬に対してこのショック療法というかね、そういったものが合ってるんだと思います。まあ、すごく振り返れば2歳児の朝日杯の時も距離短縮でのグランアレグリアにね先着しての2着というような、そんなこともありましたし、こういった力のいる馬場も合っていると思いますので、今回結構高く評価していいような、そんな一頭だと思います。はい、以上でシルクロードステークスの前頭分析は終了となります。本当今の中京となる異常に特殊なそんな馬場なんですけれども、その状況にあってハンデ戦というね、さらに難解な条件が積み重なっています。まあ、なんですけれども、この、まあ、前頭分析を通じてですね、一つでもこう何か予想の参考になるようなことを発見していただければ嬉しいなというふうに思っております。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。